ポーランドに着きました、2021年の8月末ですけれども、入国の審査通るときはなんか毎度緊張しますね。特にこうコロナ禍っていうのもありますし、いきなりダメとか言われないかなみたいな、入国拒否とか、ちょっとまあ毎度このご時世の中で入国審査はちょっと緊張しますね。しかし無事に、入国できました、ワクチン接種証明もまあ軽くパッと見たぐらいで、まあ多分もう取っている人たちがの方が多いんでしょうね、渡航している人たちは。まあなので陰性証明とかも求められることなく、イギリスからポーランドまでの入国に関しては、ワクチン接種の証明さえあれば、スムーズに入国することができました。クラクフ、発音の仕方がちょっとよく分かりませんが、これから空港から市内に向かっていきたいと思いますが、はい、まあ、バスとか電車とか様々なルートありますけども、まあ、電車が速くて、非常にリーズナブルということで、使っていきたいと思います。はい、デビットカードも使える感じなんでね、向かっていきます。クラフクに到着して、2時間半ぐらいですかね。ホテルもチェックインを済ませて、街に出てきてますけども、もうファーストインプレッションからめちゃくちゃいい。クラフクをめちゃくちゃ感動してますね。街の作りとか、日本における京都みたいなことなんですけど、雰囲気がすごい。まあ、文字もね英語じゃないですし、建築作りとかも、まあ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパということもあってですね、まあ、非常になんて言うんだろう、今までとまた違う感覚ですね、感じるものが。いや素敵。まだね、別にメインの場所に行ってるわけじゃないんですけど、とにかくちょっと街歩きをするだけでもいちいち感動してる。めちゃくちゃいい。もうめちゃくちゃいいやんっていう言葉ばっか出てきますね。こんなね、重厚感と雰囲気がある街にもかかわらず、こんにちはにもかかわらず物価も安いという、おしゃれなレストランやカフェとかで食事とかね、美味しいものも楽しめるかなと思いますね。パリとかローマとか、まあ、そういう有名な大きい大都市だと、まあかなり人がごった返したりしますけど、まあここことクラクフ、まあ、落ち着いてますしね、まあ、一応まだサマーホリデーシーズンで、ある程度ハイシーズンだとは思うんですけどね、とにかく落ち着いた雰囲気、これはいいわ。
めちゃくちゃいいわ。これがメインの広場ですね。いやーすごいわ。あの事前にどういう有名な見どころがあるのかってもちろんチェックしますけど、あのブログとかそういう情報では写真とは全く違う感動がまさにありますよ。あーまたマーケットからねいい匂いがしてきて、ちょっと食も楽しみですね。いやーすごい。Thank you.